458イタリアは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが2009年から2015年にかけて製造したミッドシップスポーツカーである。社名の458は4.5リットルのエンジン排気量と8気筒を表す。発売当時の税込み価格は、本国イタリアで19万7千ユーロ、日本では2830万円。シャーシ、ボディ、 エンジンはそうある製で、サスペンションアームも単造あるミ製。車体重量は 1380kg。ブレーキはブレンボ製もノブロックキャリパーで、ブレーキローターはセラミックカーボン製。タイヤはブリジストンポテンザ S001、ピラリ P0、ミシュランパイロットスーパー,アースポーツの中から発注時に選択する。 ピレリとミシュランの指定空気圧は同一だが、ポテンザのみ指定空気圧が高い。ミシュランとブリジストンの重量を比較すると、タイヤ1本あたり約 2kg ミシュランが軽い。このため、正規ディーラーは軽量なミシュランとオプションの単造ホイールを推薦することが多い。タイヤの空気圧が低下した場合に、タイヤがたわみ、リムが、 サイドウォールを押し潰すとタイヤ全周が断裂する事故が生じるのでオプションの空気圧センサーの装備も推奨されている F430 の後継として2009年7月28日にデザイン主要諸元が公開され同年9月15日のフランクフルトモーターショーにて正式に発表された二千十年八月までに製造された百四十八台の うち、エンジン断熱材固定用接着剤が可燃性で、あったために車両が炎上する事故が、カリフォルニア州、パリ市、スイス、中華人民共和国などで5件以上相次いだ。これを受けて、同年9月に、フェラーリは458の全車をリコールし、断熱材はリベットによって固定するように改善された。2010年12月からは、 日本やイギリス、オーストラリアや香港などに向けた右ハンドル車も注文可能となり、2012年4月からは458、スパイダーの右ハンドル車も受注が開始された。なお、右ハンドルのオプションは追加費用がかからない。シートは、標準品のほか、デートなシートとセミバケット式、レーシングシートを選択することができる。 レーシングシートのシート幅は3種類用意されているが、手動式調整機構になる。標準シートとデートなシートでは、3つまでポジション記憶させられるフル電動式機構のオーダーが可能で、プリセットボタンを押すと、シート位置やバックレスト角度のほか、ステアリング上下、前後位置も自動調整される。スパイダーの登場に伴い、クーペについては、 自生流体ダンパーのソフトウェアが改められたほか、センサーが1個追加され、走行特性可変システム、マネッティーノのレースモード実行時に、DCT とトラクション制御システム、F1 トラックのレスポンスがさらに上がるという変更が施され、既存のオーナーも希望をすれば、同じプログラムが書き込まれた新 CPU ユニットの 感想とセンサーの有料でのレトロフィットが可能となった。2011年7月にマラネッロで開催された世界ディーラー会議において関係者に公開され、その後の8月23日に写真が公開、10月に開催されたフランクフルトモーターショーにおいて実写が公開され、直後に東京都港区芝の増上寺で開催された F1 パーティーで、 フェルナンド・アロンソとフェリペ・マッサの手によって日本初公開された。なおこの際に同年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けた宮城県石巻市の市内2カ所の児童放課後クラブの再建費用としてフェラーリから寄贈されたアロンソとマッサのサイン入り、ポロシャツなどがオークションにかけられ落札された全額が再建に役立てられた。 従来のホロとは異なりアルミ製の電動格納式屋根が装備されたクーペカブリオレとなっている。車重は458イタリアに比べて 50kg 増加し 1430kg となった。ニシーター MR 車でクーペカブリオレを採用するのは世界初である。ルーフ格納時の重心はクーペより下がっているがオープントップ化によってボディのねじり合成は クーペ比35%の低下を余儀なくされた。ルーフの展開、格納にかかる時間は、それぞれ約14秒。格納時には、Z 字状に折りたたまれるのではなく、屋根が180度回転しながら格納されるに、分割式を採用。シート背後にゴルフバッグ1個分のスペースが確保、されている。展開した状態では、 クーペと比較しても、遜色のない車体との一体感、連続感があり、格納した状態では、往年のフェラーリレージングカーを彷彿とさせるような、空気の流れを意識した二つの大きなコブが、運転席、助手席の双方から、車体後方へ伸びる優雅なスタイリングが特徴。2013年8月20日、458、スペチアーレを発表。 458イタリアの 570PS から 35PS 増え 605PS となり、0時速 100km 加速は3.4秒から3.0秒に短縮された。フロントバンパーとリアデューフューザーは専用のものがおごられた。日本での価格は3290万円。限定生産モデルではないが、イギリスに割り当てられた。 オーダー枠は受付締め切り後に注文したジェームズ・メイのために1台増やされている。458スペチアーレのスパイダーモデル。世界限定499台。2014年11月に発表された458スペチアーレアペルタを元に製作された限定モデル。サーキット専用車両も用意されている。 フェラーリのコルセクリエンティブ門の主催で世界各国で開催されるワンメイクレースであるフェラーリチャレンジ仕様の458チャレンジとその進化版の458チャレンジエボコルセクリエンティブ門よりミケロットに委託され開発された LMGTE 仕様の 458GTC と FIAGT3 仕様の 458GT さんが存在する。2012年 458GTC がルマン24時間レースにおいて GT プロクラスで優勝した。日本では 458GTC が2011年度のスーパー GT にゲーナーから参戦していた。優勝こそしていないが手堅い走りで表彰台獲得を連発し最終戦を迎えた時点で GT300 クラスのポイントランキング1位となっていたものの逆転され2位で終了した。チームマッハは GT3 仕様で参戦する予定だったものの2011年はフェラーリ側の意向で見送られたがその後2012年度から2013年度途中まで GT3 仕様で参戦している。なおこれらのレース専用車両は ナンバー取得ができないサーキット専用車両であるが、当初は購入を希望する一般ユーザーに対しても新車で販売されていた。しかしその後、458チャレンジはフェラーリチャレンジに参戦する以降のオーナーのみに、また、458GT3、GTC はレーシングカーの整備施設が整えられかつレース参加の実績のある。 レーシングチームにしか行わないこととなった。2012年3月、458イタリアをベースに 512BB のモチーフを取り入れたスペシャルデザインのモデル SP12EC がイギリスのディーラーからデリバリーされた。当初、フェラーリは守秘義務のため注文主を明らかにしていなかったが、5月に発行された。 フェラーリマガジン16号に登場し、大のフェラーリファンであるエリック・クラプトンがオーダーしたものと正式に認めた。名称の SP はスペシャルプログラムを、12はクラプトンが数多く乗り継いだ12、キトーベルリネッタへの同型を、EC はクラプトンのイニシャルを表しているとされる。また、スクープ時には SP12EPC という名称で、 V12 エンジンを搭載していると報じられていたエンジンルーム F136V 型8気筒オンジンエンジンは90度 V 型8気筒な燃料噴射機構はボッシュ製コモンレール式高圧直噴システムで MR として初めての採用となる着火システムもボッシュ製でエンジン上視点付近で複数回にわたって精密に制御され着火される このシステムを採用したことによって圧縮比を12.5、1に高めることができた。クランクシャフトは伝統のフラットプレーン形式であり、ヘンバンク4気筒は等間隔爆発となるので、排気密約動効果によって充填効率が向上する。このためなの4.5リットルエンジンにもかかわらず 9000rpm で570馬力を発生する。 またフラットプレーンクランクシャフトのカウンターウェイトは軽量なのでエンジンのピックアップ特性が優れておりアクセルレスポンスが良い。フェラーリの公式データでは0時速 100km 加速3.35秒最高速度時速 325km 燃費13.7リットル 100km 二酸化炭素排出量 320gkm 3250rpm 時に最大トルクの約80%を得られるトルク特性だが、クランクシャフトやフライホイールマスが軽量なために 1000rpm 以下で若干ギクシャクするので街中をスムーズに走行するにはコツが必要であるという意見もある。潤滑方式はドライサンプで純正指定オイルはシェルウルトラヒリックス。容量は10リットル。 オイル交換の際は、アンダーカバーを取り外して、ドレンプラグを外すために車両をリフトアップすることになる。このため街中のガソリンスタンドでオイルを交換するのは困難である。また純正指定以外のオイルを注入すると、フェラーリ社による車両保証が終了する。ちなみに保証は、発車券までの走行距離は不問だが、 以後2年間の保証継続をする場合の走行距離は9万 km 未満の車両が対象となる。新車登録5年目の車検時に走行距離が9万 km 未満であれば、以後2年間の保証が受けられる。トランスミッションは、カリフォルニアに続きゲトラグ製7足、デュアルクラッチ式 F1 マチックが採用された。操作方法は、 従来の F1 マチックと同様だが、DCT になり変速時のショックが減少し、瞬間的な変速が可能となった。パドルシフトは、ハンドル操作と連動しない固定式で、クラッチペダルや、シフトレバーはない。リバースギアは、コンソール中央の R ボタンを押すことで選択。パーキングブレーキは、ハンドル下の小型レバーを引く。シャーシボディは、アルコア社製。 アルミ素材を用いた新設計であり F430 対比で15%のボディのロール剛性が向上している。サスペンションは BWI 社製マグネライド磁性流体ダンパーを用いた第二世代の電子制御方式。高速コーナーでは踏ん張り、高速道路舗装の継ぎ目などを走行する際には突き上げ感の少ない優れた乗り心地を両立。 ステアリングコラム右下には、マネッティーノと呼ばれる、走行特性可変スイッチが装備され、走行場面に応じて、エンジンサスペンション特性の変更が可能となっている。マネッティーノの、スポーツモードでは 3000rpm 以下の、低回転時の排気音も小さくなるほか、若干乗り心地がソフトになる。レースモードを選択すると排気バルブが開き、豪快な排気音とともに、 勢いのある走行特性となる。両モードを選択時にステアリングコラム左下のバンピーのボタンを押すとダンパーの減衰特性が緩やかになりデコボコ道での突き上げ感が少なくなり乗り心地が向上する。雨天時にウェットを選択するとアクセルを踏んだ場合の車輪のスリップを抑制する走行特性になる。2012年初頭にはサスペンションを呼び トランスミッションのセッティングの改良を受けた。ナオこの改良版については、既存の車両も、正規ディーラーでレトロフィットを受けることが可能である。高速走行時の空気抵抗を減らす、男性ウィングレット加工のモデルとは一線を画しており、空気力学上、高度なものである。フロントグリルに一つの開口部、両サイドにエアインテークが配される。 これは、車体周囲に流れる空気を、エアインテークから直接ラジエーターや、アンダーボディに送り、ダウンフォースを発生させるためのもので、ノーズ開口部の男性ウィングレットは高速走行時に、変形、空気抵抗を低減し、ダウンフォースを、より効率的に発生させる構造となっている。これらの空力処理により、時速 200km 走行時では 140kg の、 ダウンフォースを実現する。ベースのスタイリングについては、フェラーリのほとんどの車種を手掛けている、デザイン工房ピニンファリーナが行った。先端が長く低いボンネット、滑らかな両線を描く屋根、隆起した、フェンダーなどといった、フェラーリのミッドシップ車の伝統を受け継いでいる。砲弾型のテールランプは、上面が露出しており、この衣装は、エンツォ・フェラーリや、 F430 から踏襲しているが、LED を採用した、テールランプの数は、左右合わせて2個に減っているため、テールランプ1個に更新灯、制度灯、方向指示灯が集約されている。リアフォグランプは、リアエンド下部のディフューザー付近に装備される。エクステリアへのロゴバッジは、基本的にはないが、中華人民共和国向けのモデルに限り、 右リア上部に458イタリアのステッカーが貼られている。ステアリングホイールフェラーリ458イタリアの車内ダッシュボードにはドライバーの目線中央にエンジン回転系、その両脇に TFT 液晶ディスプレイを配置。左側のディスプレイには水温、電圧、残燃料などの車両情報。右側にはカーナビゲーション、リアビューカメラ画像、オーディオ。 bluetooth 対応ハンズフリーフォンなどのインフォテインメント、情報を表示する。なお、内装の装備やデザインには、ミハエル・シューマイハの意見が取り入れられている。助手席側ダッシュボードのドア側の端に、458、イタリアのロゴバッジがある。ステアリングホイールの形状は丸みを帯びた六角形をしており、エアバッグが備わる位置には、F430 と同様にマネッティーの、 電子制御システムのモード切り替え、ダイヤルとエンジン始動ボタンのほか、ロービーム、ハイビーム切り替え、ワイパー、ウィンカーの操作スイッチが備わる。クラクションボタンは、ステアリングホイールの親指位置に装備。また、オーディオの音量や選曲、ソース弦切り替えやラジオ曲選曲は、ステアリングホイール裏側のボタンで操作することもできる。ステアリングコラムは、電動式で上下。 前後に調節可能。メーカーオプションとして、ステアリングホイール上部にシフトタイミングを LED の点灯で知らせる、シフトフラッシャーを装着したカーボンステアリングが選べる。ありがとうございます。